えー、こんにちはピクティ投,投資顧問の萩野です、えー、グローイングウィークリーアップデート、えー、本日は11月の10日、えー「グロス株からバリュー株へ」というタイトルでお話をさせていただきます、えー、まずはじめに一つもとのとおり基準価格の動向についてお話をさせていただきます、えー、11月6日先週の金曜日現在の基準価格は2626 26円、えー、前週比に比べて100円のプラスになりましたプラス4%ですね でその中身で見ますと株式の要因で1 0 6円為替はです、ね、多少ちょっと円高になってましてこの週はマイナスの6円ということで、まあ、合わせてプラス100円ということです。であの基準価格のほうですねコロナ後、まあ、あのこうご覧いただきますと、まあ、分配金支払いながら、まあ、ずっとこう戻ってきてはいるんですけれども、まあ、分配金再投資後のほ、ね、うが1回戻って横ばいになりながらちょっと動きがついてきたかなという動きになっているこの 2ヶ月ですね、9月以降、ちょっと動きが変わってきます。後ほどもうちょっと詳しく説明します。為替の方ですね、えっ、ー、と、前週比で、えー、とドルにかドルはですね、対して円高。で、ユーロとゴードルに対しては円安という動きになってまして、ちょっとこう分散をしているとですね、ポートフォリオがですね、分散効果を得られた1週間になっています。で、為替の方ドル円が103円29。これ、あの、バイデンさんのですね、まあ、勝利がですね、まあ、こう、 えーまあ、報道された後ですねドンって円高になって、まあ、100万3円30円まで来てます。でこれあの円高になったそのドルに関してはですね、まあ、要はあのー、アメリカの上院がですねこれ共和党優勢で一方でバイデンさんが、まあ、民主党で大統領になられたんですけども、まあ、その結果ですね、まあ、バイデンさんが提唱していたあの要は あの、何そグリーン、インフラストラクチャー、まあ、投資ですね、グリーンインフラって言ってますけど、まあ、クリーンエネルギーとか、まあ、いろんな大規模な財政支出を行いますよとか、あと一方で増税を行いますよとか、いうことを話したんですけど、ちょっとそれがですね、なかなか簡単に通りにくいんじゃないかと。その結果ですね、まあ、財政上の金融政策、経済政策が行われなくなると、金融政策の方に負担がかかるんじゃないかと。 その低金利の状態が続くんじゃないかということもですね、大まかが発生して、で、まあ、ドルが弱くなったということが起きます。ただ、今週はですね、一転して、ちょっとこれ、これ、昨日の6日までなんで、今日私喋ってるのがですね、今日火曜日なんですが、あの、昨日ファイザーがですね、 あの、まあ、コロナのですね、えー、ワクチンをですね、まあ、有効なものが確認できたということ、まあ、90%近い人に対してですね、しっかり有効だったということが、まあ、報道出てきて、まあ、その時からいけない、ドーンって言いやすくなってます。まあ、そういった観点からすると、 まあまあ大統領選というものもありますし、まあ、コロナの問題もあるんですけれども、マーケット、ちょっとですねこうセンシティビティが高まってきて、一歩地方向にちょっと動くような状況、われわれ、ボラリティ,ティが高まってきたということなんですけど、まあ、そういう状態にあるということも、ぜひ念頭に入れながらです、ね、まあ、マーケット見ていくことをです、ね、していた方がいいと思います。もうそれに関してはまあ今後もフォローアップさせていきますので、よろしくお願いします。えー、かあの国債の利回りですね、11月五日の段階でいくと、前週比に比べて多少下がってます。 でまあ、米国の10年国債0.82%、まあ、オーストラリア0.75%日本に至っては0.02%これほぼ安定してるんですけどアメリカはちょっとずっと上がってきてたんですね10年国債それがですねちょっと下がったっていう1週間ではございました、まあ、要はあのこれ見ていただくとですね、まあ、もう今年のですねたい、まあ、7月ぐらいからアメリカの10年国債でずっと右上がりに上がってきたんですけども、まあ、そういった環境下でも実は。 金利が上が上ってきててきるんですけどグロインンのパフォーマンスは出てたと。あ、要は金利が上がってるから広益影響を受けますよっていう話まああったりはしたんですけど実際にはその影響はあまりなかったっていうことは是非認識していただいて構わないと思います。それはまあ後ほどご説明しますけど実は金利差があるとうですねそれは非常に大きいとだから配当利回りと10年国債の利回りの差が相当あるので多少10年国債が上がっても全然実は影響を受けにくい状態になっているということですね。 えとこちらですねあの世界の広域株式とあと世界株の動きと世界の情報技術 IT 株との比較をします。これまず IT が見てやくと分かるんですけど価格が大きく動き始めてきましたよね不安定になり始めたってことですね。で一方でですねあの相対的に世界のこの広域株の方はまあ安定していて。 あの世界株はこれ IT 株入ってますからやっぱりちょっと動き始めてきていて相対的に、まあ、あのパフォーマンスとしてはですね戻りは鈍いんですけど、まあ、安定感が相対辺に出てきてるというのが広、まあ、域株のここ特に23週間の動きではないかと思いますそれをもうちょっと短く見ていくと、えー、そ,その一つの背景がですね、まあ、あのやっぱり業績の安定感なんですね あの緑色が世界の公益株の1株当たりの利益の推移を示しているんですがこの灰色が世界の株式の,あの1株当たりの利益でコロナ以降ですね世界株のですねまあ企業の業績でどーんと下がったんですがこういう株見てください7月ぐらいから戻り始めているということで。 まあ相対的に安定しているということがですねやっぱり一つ安心感につながってまあこうマーケットが荒れてきたときにまあどちらかというと相対的にパフォーマンスが出始めてきたというふうに理解してもいいと思います足元を見てみますとこの2ヶ月間の動きだけを上げていますこれはあの2020年の9月の9から世界,の IT 世界の情報技術 IT 株式世界株世界の高域株まあそれぞれ色分けして見ているんですけども この9月の頭から10月のです、ね、頭ぐらいまでは、まあ、相対的な公益の方がちょっといいパフォーマントしたんですけどもはっきり分かれてきたのがです、ね、この1か月間ですね。昨日も公益、ね、価はかなり上がっていますね。IT 株が当売られてますけど昨日、月曜日ですね。 まあこの中には入ってませんが、まあ、これ11月9日まで入れてますけども、まあ、それもですね、ここ、まあ、IT の株の中で、まあ、いくつかは上がってたので、マーケットにスライド上がってますけど、例えばアマゾンとか、ネットフリックスとか、そういったような GAFA 系といわれるマーケットを引っ張ってきたものは、どんと下がるような、ちょっと今までと違う交代者の動きが出始めてきたということも、ぜひ念頭に置いといていいかなと思います。 その中でやっぱり一つ注目しなきゃいけない、一いただきたいのが、やっぱりグロースとバリューっていうですね2つの考え方があって、あのグロース系っていうのは、成長がどんどんするタイプの企業の、に投資するよ、バリューっていうのは割安なやつとしましょうで、公益株はバリュー系なんですね、こっちの方だから環境としてはですね、これ見ていただくと、95年の2月からこういういろんなこう株価をこう比較して、緑がバリューのパフォーマンス。 で、この紫色がですね、世界の株式、灰色はグロース系なんですけども、このグロース系とバリューのパフォーマンスの差が、ここの最近、コロナバブルのところで大きく開いてたんですね。グロース系が IT 関係を中心にドーンと上がった以降、バリュー関係の株は動かなかったんですよ。戻りも鈍いと。で、このような帰りが起きた状態というのは、この IT バブルの時以来なんですね。見ていただくと分かあるんですけど。 逆に今度、バリュー系が大きかったのは IT バブルが崩壊した後、この住宅バブルが起きたリーマンショック前まではですね、このバリュー系はずっと勝ってたんですよ。一方でグロス系が負けると。 そういう経験を繰り返しながら我々は投資していまして、特にこのコロナショック以降は、ここの際がめちゃくちゃ起きたよっていうことは、これぜひ認識しておく必要があると思います。でどうも、もう一つ申し上げますけど、まあ、高位株っていうのはどちらかというと、まあ、特に配当目的で投資しに行くって考え方、バリュー系統を考えていただいって構わないです。で、ちょっとそこで、バリュー株投資とグロース株投資のちょっとこうおさらいしますと、バリュー株投資っていうのは、割安な銘柄に投資する方。 一般的にはバリュエーションを重視するんですけど、まあ主なバリュエーションでいくと、PER とか株価に対する利益の倍率。PBR とか株価に対する純資産の倍率。あとは配当回り、で、こういう株ってこの配当回りですね。回り高いですよね。だからどちらかというとバリエーシ投資に近いですね。で、グロースケとチうのの経済、景気の,の企業業績の伸び。 今後成長するよと、そこのところにこう着目して投資する運用手法なんですけども、まあ、要は利益の売り上げとか利益成長、そういったものを見ます。で、じゃあ、どっちがいいかってですね、正直言って一概に言えないんですよ。これもう一回戻ってみますと、長期で見ると、勝ったり負けたりしながらやってきてですね。だからもう常にグローザー勝つわけではなく、常にバリューが勝つわけじゃないんですただ、サイクルがあって。で、これだけサイが起きたのが2000年以来と。 でこの頃はバリュー系の運用しているバリュじゃ本当大変でですね。まあ要は解散したとこも出たぐらいで。逆に言うとこの時をピークに全然違うパフォーマンスだったっていうこともぜひ記憶に留めておいていただきたいですね。一方向に行き過ぎた時はちょっと注意が必要ですよというメッセージをぜひさせていただきたいと思います。これまずですね、PR で見ていくと、これグロース系のこう PR がですね、今ここまで40倍まで来てるんですよ。バリュー系の PR は20倍。 この差が離れたっていうのもやっぱりこの IT バブルの頃以来なんですね。まあ、これだけ差が離れた状態になっているということですね。PBR という、まあ要は自己資本に対して、人がバトル自己資本に対してどれぐらい株価がわれているのか。バランスシート上のですね、まあその検定性から見てどれが変われているかって考えて構るわないと思うんですけど、やっぱ今ここまで差がる。場合はグロス系の,です、ね、あの,この倍率ですも6倍を超えて、もう7倍近いんですね。 でバリュー系の方は1.5倍ですから、まあ少し4倍近く開いてまして4倍ぐらい開いたのはこの IT バブルの,この2000年代時以来なんですねだから相当なる差がついてきていてまあそれはそれでですね、まあ、理由があるんですけどもやっぱり金融緩和を行ってジャブジャブにお金が流れてでその時にですね、まあ、成長期待のとこの、まあ、お金がまあ株にお金が流れたんですけどその現象は今まさに コロナの環境下で起きたんですが、これも IT バブルでやっぱり経験していることなんですね。バリエーション非常にそういった方、偏りでいくとですね、似たような状態になっているんですね。えっと、もう一つですね、パフォーマンスの際ですね、95年の2月を100として、それぞれ比較する中で、グロースのパフォーマンス悪割るごとのバリューのパフォーマンスなんですけども、これ見ていただくと、この時、IT はパフォーマンス上がって、その後負けて、 でそれから今度リーマン・ショック以降からず緩やかにこう勝ちながら最近グググッとパフォーマンス上げてきたとでこれ平均値に比べると相当乖離したところまでパフォーマンス出てるんですね。標標準偏差で4標準偏偏差差でなのでめちゃくちゃゃく離れたところまで来て,るっていうこともぜひ頭に入れといた方がここまで広がると何かのきっかけで大逆転が起きる可能性がある。 そういったことも、まあ、今それだけの差異が今出てきてるので、まあ、今プロの投資家からするといつグロースからバリューに転換するんだとバリューのパフォーマンス出るんだっていうことはもう本当にこうみんな見てるんですけどもまさしく昨日月曜日に起きたのはちょっとその動きを行ってですねバリュー系の株価を見ながらってでグロース系がまあまあ下がるというような動きがまあ昨日は出てます。 もう一つですね、これ、パフォーマンスで、ですねこの相対的な PR、PR が、そのグロースの PR が、バリューの PR に対して、どれぐらいの倍率になったかと見てるんですけど、2倍まで来ましたよと先さっき申し上げましたよね。これも IT バブル以来なんですよ。だからそれぐらい差異がバリューエーションで差異がついてきてると。で、こういうマーケットになってくると、よく出るのは、いやもう PR 関係ないんだよと。 PR と尺度はもういらなくなるよみたいなね、あまり関係ないんだと、特にグロース系見て PR じゃないんだとか、意見出てきたりするんですけど、あれ、IT バブルの時もしっかりその話は出てましたから、もう今回もまた出てきたなということでですね、まあ要注意かなというふうに私は思ってますね。あと、これですね、PBR の際、これも、えー、グロース系がもうここまで際が開いて、これもやっぱり見ていただくことあるんですけど、IT バブル以来ってことですね。 そういった中で、あえて IT の、まあ、これ、最近ずっとこれご情報を提供させていただいてますけども、世界の情報技術 IT 株式のパフォーマンスと、えっ、ー、と、世界の広域株のパフォーマンスを比較したのはこちらのチャートです。灰色が IT 株。緑色が世界の広域株。で、下がですね、これが相対的なパフォーマンスで、ね、これ、広域株の IT 株に対する相対的なパフォーマンス。これ、94年の12月をずっと負けていったんですね。IT の良かったですよ。 IT バブルが崩壊しておくから今度ずっとリーマンショックの直前までこうパフォーマンスが実は勝ってるんですね。その後またずっと長年にわたって負けてきたということで平均値に対して今過去のここら辺の数字に来てるとこれやっぱ IT バブル以来なんですよ。同じなんですね。まあ世界のこういう株はだからどちらかというとバリュー投資手法 IT 株はですねグロス投資手法って観点からするとあ同じ現象起きてるんだなと。 ということをまあぜひご確認いただいてもう一ついやこれここから投資してんだったらずっと IT 株の方がいいだろうと思われるかもしれませんけどもいや実はタイミングによって全然パフォーマンスしちゃいますよともし仮に一番ここのここのところで投資を開始して比較するとこういうチャートになるんですねこれ IT 株のパフォーマンス灰色ですよ株回復するのに15年近くかかってますからね でいまだに勝ってないんですよ相手株どんがめに負けてんです成長株じゃあなぜかというとここから8割が下がったんですでそれがずっと回復してくるんですけどやっぱこの下げが大きかったので、まあ、負けたっていうことですね。あそういった観点からするとバリュエーションとかパフォーマンスが大きく乖離した時は要注意が必要で、まあ、あの要はもうあ、まあ、よく私申し上げるんけど分散投資 IT 株を持っただ、それに対して、こういったも含めて、いや、分散投資をしていくことが必要ですよと。グロース系とバリュー。まあ、その観点をぜひぜひ今後ちょっと見とく必要がありますよと。あ,あ、グロースって聞いたな。バリューって聞いたな。ぜひぜひですね、この話が今後1年ぐらいで出てくると思いますので、キーワードだと思っていただいて構わないですね。 でそういった中でですね、グロース株にちょっと返上の切さ出しがあるかなと。ネットフリックスを私よく言ってました。これはネットフリックスって皆さん知ってます。まあ、オンライン系の、まあ、いろんな、こう、なんでしょう、映像配信会社ですよね。で、まあ、映画とか提供していて。で、このネットフリックス、コロナ環境下ですね、新規の会員数がもう激増したんですよ。1、3月の千五1577万人、1年間で会員が入ったんですね。それがですね、4、6、79とだんだん下がって、79はなだんとだん220万人しか増えなかった。 これリフまずですねやっぱコロナの環境からってみんなですねサマー加入された方が多いですけどある面の先食いの需要もう取,取りに行ったってことですねあと2つ目はやっぱりお金払いますので収入がしっかりないとやっぱりなかなかお金続けられないんですけどもあの世の中でですね IT 企業に勤めてる人ってですねあの全体の中で10%もいないんですよ。 大部分の方々はですね、この今回のコロナの経験の影響を受けているので、まあ、そうするとですね、じゃかじゃかお金使えないんですね。そうすると4、9月ぐらいのところで、一回みんな必要な人はお金を通し、買った、PC 買ったりとか。ただ、それ以降、先食いで落ちてくるんじゃないかなって見方があったんですけど、それがまさしく出てきて、まあ、それはネットフリックスと、そのその頃がちょっと動きがある。 鈍くなってきて、まあ今日も結構、まあまあ、株価は下がっていますけど、まあそこはやっぱりちょっと足元の会員数の伸びが落ちてきてます。成長期ではかかかか全然変わらないんですね。まだまだ成長してますし、ただ要は過剰な期待の成長率、ここで見てびっくりして、こんだけ今後オンラインの時代が来るんだっていう幻想が実は剥げてきちゃってるよと。そこの会りが今後幻想と、 1346に起きたコロナでもう全てがオンライン化してディジタルの時代になるんだって話になりましたけど、まあ、その時はやっぱり後押しの決算の数字があったんですねそれが剥げてきている状態と株価のバリエーションそこにちょっと差が出てきているんじゃないかなっていうのがピクテが思っているところなんですねあともう一つはですね風当たりが強くなってきたんとですねこれはグーグルアルファベットっていうんですねグーグルのまあ親会社ですけどそこのですね あのまあグーグルに対してアメリカの司法省と11クスの州がですね反トラスト独占禁止法違反で提訴したんですねこれ10月でこれも結構要は儲けすぎるとやっぱりいろいろこう批判が起きてくるで国がアクションを取ってきてで独占禁止法でいやこれはもうダメだ下手と分社化みたいな話までそういった議論もされるようなことが起き始めてきていてでこれはすぐには聞かないんですけど ボディーブローのように企業の経験の経済活動に影響を与えるんですね。だそういったことが実際に起こり始めてますよと。ファングだけが独人勝ち、これ結構アメリカ、今回バイデンさんあの、まあ、大統領になられますけど、まあ、どちらかというとです、ねまあ、若干社会主義的なあのウ,ォーレンウォーレンさんとかも含めてです、ね、今あの、民主党いますので、そうするとです、ね、独人勝ちのガーファーに対する風邪だったり、ね、やっぱり強くなる可能性も考えられるんですね。まあ、そうういったような もう一つの方の側面も出てきているということで、うん、グロース株がどん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 こう上がっていく、そのシナリオでは若干ちょっとずれが起きてきているかなっていう印象を、まあ、受けてきてますね。で、これマイクロソフト、まあ、IT バブルの時にですね、やはりこう独占禁止法で、ハントラスト法で違反で、これ提訴を受けてるんですよ。1998年5月。これ IT バブルの前だったら、その後株価上がりましたよ。でもう和解するまでの間に、やっぱり一定行こう下がってるんですね。 こう長い期間いろいろ論争を行ってマイクロソフトそこで相当やっっぱりエネルギーを使ったわけですよ、まあ、そういった観点からするとやっぱりこういった提訴とかこう資本通手段を受けるとなるとちょっと企業としてはちょっと動きにくくなっちゃうと、まあ、そういうようなことも起きているということも頭に入れておく必要があると思います。じゃあそういった中で,です、ね、もう一つ注目していただきたいのがやっぱこれお金の供給の状況はどうなってきたかっていうのとあと PR という株価のバリエーションに対してどう,いう影響を与えてきたかと。と でもう一つは、そのお金の供給量がですね、ちょっとピークアウトしてきたっていうこともぜひ、ちょっとご説明させていただきたいんですけど、これ、あの緑色のチャートはですね、あのピクテ・メジャー5流動性インディックスって書いてあるんですけど、メジャー5。で、アメリカ、ユーロ圏、日本、イギリス、中国、この5カ国の中央銀行がお金をどれぐらいドワーッと供給したかと。で、それの伸びが、えっ、ー、と、半年前に比べてどうだったかって見てるのは、この緑色のチャートなんですね。 で今回コロナでどーんとお金が供給されたわけですよ。まあまあ資金が吸われたってことですけどこれはあの IT バブルだけかこれコロナこれすいません、えー、とリーマンショックとあとはこれは IT バブル崩壊した時以来なんですね。でその時に起きてる現象って何かというとこの灰色のチャート見ていただくと分かるんですけどこれ灰色はですね PER の変化率なんですよ半年前に比べてで上に来ると PR が上がったってことですね。 下に行くと PR が下がったってことですけど今回はやっぱりこうグーって一緒に上がってますよね、まあ、全結構連動性が高いんですねだお金がジャブジャブって供給されると株価だけ上がって業績ついてこないと PR 上がっちゃうんですよで今回は業績が悪化してるのに株価が上がっているので要は PR も一緒にとそういう現象が起きるよとで株価上がったのは何かというとこの要因でいくとお金がジャブジャブに供給されたんだ ただ一つ言えることはもう一つ。これはですね、ピークアウトしてきた。伸び率ですね。伸び率でピークアウトしてきたんですね。まだプラスですよ。ただ伸び率でピークアウトした。で特にこの3、4、5、6って本当にお金がドーンって出ましたから、それをですね、相対的に考えると、もうこの伸び率、今後上がっていくというよりも、ピークアウトがさらに強まってくることも想定に入れていく必要があります。となると、PR のこの上昇率、このスピードも落ちてくるってことですよね。 これは IT の株です。先ほどのこれ世界株で見てますね。これ世界株。世界株の PR が改るですね。IT の株どうかちょっていうと、IT 株のこれなんですよ。もう結構連動性あるんですね。しかも激しく触れるという。もう IT バブルの時はもう激しくこの改るが触れてますよね。すごく触れるってことなんですよ。で、今回も激しく触れてくれてるわけです。まあそういった点でやっぱ IT 株がじゃなんで上がったかというと、やっぱ PR。 もう一つ一方で見ていきたいな。広域株は、まあ、毎度これよく見て、本当に重要なんで、何度も確認させていきますけど、この緑の流動性の視点に対して、この青が広域株の動きなんです。広域逆に下がっちゃうんですよね。人気なくなっちゃうんです。お金がブワーッとこう、供給されて、で、経済も良くないんだけども、成長期待でこんだけ伸べるぞって言った時に、広域語れないんですよね。なぜかっていうと、地味な株なんで、入っておりまと。あの、経済が伸びるぐらいしか伸びない。 そういうい株なので、まあ、まあまあ逆に言うとです、ね、あの人気なくなくっっっっちゃって下がっちゃゃて下がたです、ね、これはあのどちら IT バブルの崩壊の時もあるいはリーマンショックの時もそうなってるんですけどで今回もやっぱりそうなっててでそれが今度ピークアウトしたときにかここ違う動きをしてきたっていうのは結構面白いんですけどこれはあの IT バブルの崩壊の時もリーマンショックの時もですも、ね、同じ現象はちょっと起き始めてるんじゃないかなので最近9月ぐらいから交易の方が相対的に強くなってきてる。 ここも一つの注目のポイントだと、まあ個人的には思います。あと、もう一つぜひ、えっ、ー、と、押さえていていただきたいのは、いつも話してます、利回りの差ですね。で、今回、その利回りの差の見るポイントを、ちょっとすでに、もう一つ付け加えてご説明させていただきたいと思います。で、これは、あの、世界の公益株のパフォーマンスと、下が、えっ、ー、と、それぞれ世界国債の利回りと、で、赤が世界の公益株の配当利回りの数を示してるんですけども、あの、これ、下が利回り差ですね。 これ、あの、配当回りの利回りが今、3.4%。まあ、実質これ3.6と0.3で3.3と思うかもしれないですがこれちょっと少数点2桁までで計算3.4%ってちょっと切り上がる形になってますねまあ3.4%で、まあ表示させていただいてますけど、この利回り差が、向上的についた時期、こうリーマンショック以降なんですよ。2008年の9月にリーマンショック起きてますけど、それ以降、この利回り差が、向上的につく時代になったんですね。 それまではだから両手金融緩和ってベそれほどされてなくてやっぱりベン・バーナキの時代にですね FRB の議長彼の時はドーンと両手金融緩和したところからこのマーケットの構造が変わったんですねリ回マン・アリがずっとついた状態それまではリ回マン・アリが逆に言うと世界の国債の利回りの方が高い状態ではマイナスの時期があったりとかプラスになったりとかまあこういう動きをしたんですけどその2つのマーケットが分かれている中でまあそのちょっとパフォーマンスとリ回マン・アリの関係をちょっと見ていきたいと思います まずじゃあ94年の12月から2008年の9月リーマンショックを迎えるまでのマーケットこれ横軸がですね先ほどのリーマンエリサですねで縦が高位株の5年後のパフォーマンスですでその頃まではですねまあ2%ぐらいのリーマンエリサがあった時ってまあこういうパフォーマンスまあ相対的にこういうような傾向値があるんですけどマイナスの時もあったんですよねこの頃 要は、利回り差がちょっとプラスついてたとしても、マイナスの頃があったとことですね。これ見ていただくと、5年間投資して。で、利回り差がないと、ちょっと危険ですね、と。危険の時多かったですね。逆に言うと1、1%以上利回り差があるときは、まあ、ほぼ全勝だったっていうことなんですけど、まあ、そういう関係にあったのが、2008年の10月以降の今度、利回り差が恒常的につく時代になったと。こういうチャートなんですね。負けたこと長い。 まあ将来的にはこれ負けることあるかもしれませんけども今までの経過でいくと大体5年間でいくとこれぐらいのパフォーマンスでゼロマイナスだったことないと。でリマイナス差がですかプラスの時代においては今のところ5年間投資をしているとプラス数今3.4%のリマイナスはここの数字にあるんですけど結構過去の,あのスプレッドあのこのリマイナス差でいくと、まあ、面白いところにあるなと。 と要はこの利回り差がついているいわゆるバリュエーションでそうするとですねバリュー投資割安銘柄国債に対して割安っていう考え方ができるというのがこう株投資の一つの特徴だということもぜひ踏まえていただけたらと思います。 次にですね、あの、結構いろいろな話題多くてですね、あの、バイデンさんが今回大統領になられることがほぼ確実になってきたので、もうそういった中でやっぱ大きいのが、クリーンエネルギーシフトっていうのが始まってきますね。バイデン大統領、あの、もう、選挙、選挙期間中公約でですね、まあ4年で2兆ドルの投資計画を行うとか、まあしてましたけど、もうそれ以前に、まず欧州ではこれグリーンディール。 クリーンエネルギーのいろんな対策を行っていくとか、まあ、イギリスでなんと日本でもですねあの菅さんがあのもう言われましたですよね2050年 CO2 の排出実質ゼロということを、まあ、表明されましたけど日本もこれ遅れちゃいけないという流れの中でクリーンエネルギーシフトが一気に進んでくる可能性があってバイデンさんおっしゃってるのはもう大統領の就任初日からパリ協定にもう一回参加するよということを言ってます。 大きな方針転換が起きるということでその恩恵を公益企業を受ける企業もあるということをぜひ理解してくださいじゃあなぜかというと彼らが今石炭発電で発電しているものをそれを廃棄して風力発電とか太陽光発電に変えていくとですねまず CO2 削減できるだけじゃなく生産性も上がるんですよ。 最近コスト安くなってるんですね風力発電とかあるいは太陽光発電でそうするかつ国からの補助ももらえる環境があってそういった観点からするとそれを転換するクリーンエネルギー化をすることによって成長してくる企業が出てきてるっていうのがこれ今までにない公益企業もうこの公益企業をグローに設定した時ですね15年前まあそれ成長性というよりもどちらかというと配当の利回り着実。 それにプラスアルファ、今回のバイデンさんの就任で、クリーンエネルギーシフトという、ちょっとエンジンがついてくる可能性があるというのも、ぜひ認識をしておいていただけたらと思います。で、米国の大統領選でですね、まあ、バイデン氏に対したのは、まあ、まあ、とにかく年間で、年間でですよ、4年間で210兆円の投資を行うんだと。で、これ、なぜこれを言ってるかというと、実はですね、こういうクリーンエネルギーへの投資というのは、有形固定資産、ものに対して投資するわけです。 そうするとですね。あの有形固定資産は物に対して投資するとですね。あの人を雇えるんですね。あのソフトとかああいった開発ってですね。無形固定資産の投資するのってですね。あんまり人を雇えないんですよ。なので、まあ、グリーンディールとか言われたりしているのもこれまあ、要はですね。あの、1930年代にアメリカの大恐慌が起きたときにですね。 まあそ,の時まあ、その時にニューデール政策っていうのが行われてでそれで公共投資でですね雇用をとにかく作っていったんですね。で今回今ヨーロッパもアメリカもなんとかして雇用を作って経済はしっかりさせなきゃいけないその時にやはり雇用対策ができる大きなこうものは何かって結局なってきたのがこのグリーンクリーンエネルギー投資と。だからそこに向かって要はあの 各国が一致団結し始めてきたっていうのもすごく大きくて、まあそれを推進する一つの企業群が公益企業だというふうに理解。広域企業はですね、やっぱり石炭発電やめてくれないとですね、あの CO2 の削減につながらないんですね。だからそこへの向けた動きが出てくるというふうに理解してあともう一つですね、送電線とか蓄電とかですね、今まで従来ないやっぱりあのインフラが必要なんですね。で、例えばですね、風力発電は あの風吹いてるときは発電してくれますけど風がパタッともったら発電しないですよね。で太陽光も日中は発電してますけど夜は発電しませんのでそうするとですねいっぱい作りすぎちゃったらそう調整することしなきゃいけないですし、まあ、そういったことはですね送電線を管理しているところはですねこう自動的に調整をしたりとかあるいは蓄電で貯めとくとか,だから今までにないでそうするとバッテリーのです、ね、貯蔵能力のです、ね、技術開発が必要だとか、まあ、今までにないいろんなこう技術も必要ですしサービスも必要になってくると。 その際にやっぱ大きな企業ですでに電力とかで収入を得ているところやっぱりそれはどちらかというと普通の企業がいきなり始めるよりもやっぱりまあ要は優位性を持っているということもあるのでまあそういった企業を展開してくること自身が一つ一つ成長企業が出てくるそういったことも想定に入れておく時代に入ったと今までバイデンさんがですね大統領になるかならないかこれょっとはっきり分かんなかったので。 まあ、バイデンさんが大統領になったってことは大きく方針が変わるっていうことをぜひ理解していただいて構わないと欧州でもですねグリーンディールこれは欧州ではグリーンディールですねで彼らはもう,もう環境投資を加速させるってことをもうはっきりと明言してますのでまあまあその流れ欧でこの2つの国がですね、えー、クリーンエネルギーの方に動いていくっていうことは今までになかったことですね。 まあまあそういった観点からすると大きく舵が取られることが2021年以降起きてくるということですね。まあ、あの例えばです、ね、じゃあ、クリーンエネルギー化を進めているところで,です、ねまあ、株価はどうなのこれ、11月9日のクリネ,ネ,クネクステラエナジーの株価と米国の SP500 の、まあ、企画しているんですけどこれネクステラエナジーというのは本当にクリーンエネルギー化を一生懸命進めている電力会社なんですよ。だやっぱパフォーマンス出てるんですね 業績ももいいですすしし配当も成長してます、まあ、そういった企業このアメリカだけじゃなくこれはあのイタリアの電力公社イタリアの株式市場に比べてやっぱこのイタリアの電力会社ってです、ね、意外感あるかもしれませんけど国エネルギー化を一緒に進めてるヨーロッパの代表的な企業の一つなんですね。で進めてるので収益も増えてきてで配当も増えてるでそういった観点もあって株価が上がってきてるということでちょっと今までの電力会社は想定できないようなものが出てきてるっていうことですね。 あともう一つは送電線の代表的な企業でナショナルグリッドってイギリスの会社なんですけどまあこれも株価はこういう動きをしていてまあ今回マーケットを受けてもそんなにまあ下がってないですこれみんなほぼ同じようなまあ安定感を示してるんですけどもまあそういうバリュー企業だったの中にグロース系も入ってきたっていうのが ちょっとこの15年間のグロインの歴史ではちょっと違ってくる動きが出始めてきているということも最後のメッセージで今日の話を終わらさせていただけたらと思います。最後にグロインが目指すこと、クリーンエネルギー社会の実現ということをテーマにファンドマネージャー、あの企業に対していろいろ意見に言ってですね、あの提言をするということもまあ行っています。 まあ、ぜひぜひ、まあ、今後のあのえっ、ー、とですね、まあグロインのですね活動いろんな形で報告させていただきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします私の方からの今日のお話これで終わらせていただきます本日はどうもご清聴ありがとうございました